スタートしましたわずかにサニー・デイズイースタートを切りましたが先行争いは一戦ですスタンド前さあまだ各馬出方を伺います内から1番ホル・ボッシュわずかに出ましたリードを市橋にとって先頭に立ちます8番サニー・デイズ2番手5番ハイヤーレート3番手外12番マイネ・オーラムがつけて11番バウンス・シャッセ2番ダノン・ミシガン差がありませんその後のグループに7番ダノン・アンビシャスがつけました1コーナー回っていきます まず先手は1、2コーナー中間でリードは1番、シンハン2番手、8番サニーデイズで2コーナーに入って残り1400を切ります3番手のうち5番ハイヤーレート並んで12番マイネ・オーラム直後差がなく11番バウンスシャッセの追走でこれから向こう上面に入りますその後内うち2番ダノン・ミシガン外13番ブルー・フラッシュ並んで追走で その1バシン後ろに7番ダノン・アンビシャスが追走しています、ここは先頭まで6馬身、これに並んでかわしていった9番レッド・オラシオン、レッド・オラシオンがスーッと向こう上面中間で後位へと上がっていきます、残り 1000m 切りました、あとは後方、3番クイーンズ・チャイルド、10番コスモ・ディクシー、馬群から離れて3馬身差、6番ティックル・ゴールド、後方2番手、4番赤の18、最後方、残り800を切って3コーナーのカーブへと入ります、先頭1番ホルボ,ホルボッシュ、以前リードは体半分から4分の三。 緑の帽子2頭が差を詰めていきました8番サニーデイズ9番レッド・オラシオン600を切ってペースアップ34コーナー中間内からスルすると5番ハイヤーレート直後バウンスシャッセマイネ・オーラム外を回って13番ブルーフラッシュが3番手の大外その後ろ7番ダノン・アンビシャスはバグンの後ろを追走現在後方から3番手です4コーナーカーブから直線に入ります 1>, 1番ホルボッシュ粘っていますリードは一馬審並びかけるバウンスシャスが単独2番手から前を追って並びかけるあとは3番手ブルーフラッシュ200を切って坂を上るあと追い込んできた7番のダノンアンビシャスが3番手の一角まで取り付いて残り100を切ります11番バウンスシャスが先頭に代わるホルボッシュが粘って2番手ダノンアンビシャスは3番手バウンスシャスセ5位11番バウンスシャスで抜け出しました